諸事情で YouTube 活動放置気味ですけど、こっち側は本当ね、パーフェクトですね。パーフェクト。お久しぶりです。どうもサボリです。今日はこの水槽立ち上げ2ヶ月以上経ちました。しばらくぶりの投稿です。ご心配かけました。そうですね、今日は伸びすぎた草をカットしてバランス調整します。あ、この水槽もやります。生態はチェリーバルブ。他この水槽は立ち上げ4ヶ月経ちました。で、この水槽も伸びすぎた草カットしてバランス調整します。ちなみに猫ちゃんたちは今日はお留守番です。家にいます。諸事情で YouTube 活動できなかったんですけど、水槽メンテナンスはサボってません。若干放置気味ですけど、毎日メンテナンスしていました。ここにね、滝っていうんですか、これを出してあげて、ここら辺も大体こんな感じです。ほんとね、パーフェクトだな。若干癖ついてますけど、あと2、3日したら馴染んできます。はい、こんなとこで立ち上げ2ヶ月目調子いいです。続きまして、チェリーバルブ水槽。ぶっちゃけこの水槽うまくいきすぎです。お魚たちも導入してた、そればっかりはねいきません。はい、まずはここから炊き出していきます。大胆に
そしてここ。もうね、ライトにつきそうなんですよ。あとこの草もちょっと間延びして切ります。これね、綺麗な花咲いてました。もしかして植え替えしてもいいかもしれない。これもガジュマル、思い切ってね切ります。こっち側は少し岩肌出していきます。あとここら辺にね、湿地帯があったんですけど、それも最後は水の中微調整して、だいたいこんなとこかな。この辺りのクリプトはいじりません。このままで。そんなにね、そんなにガチャガチャやってないんで、あんまり濁りませんでした。ほんとね、パーフェクトですね。パーフェクト。この水槽もやっぱ水耕栽培、水質が安定するんですよ。水槽が安定するんですよ。水質が安定するんですよ。水槽が安定するんですよ。以上、ほんとね、パーフェクトですね。パーフェクト、ほんとね、パーフェクトだな。以上、パーフェクト水槽でした。ありがとうございました。